はい、どうも、峰島です。今回はですね、関西コレクション、またやってまいります。正式名称は、エクシアプレゼンツ関西コレクションということで、8月4日に今度は行われます。まあ、そうそうたるメンバーです、今回も。出演者を見ると、はじめ社長、ヘラヘラ三重師、バンバンザイ、ジュキヤ、チャンネルガードマン、竹谷希章とかね、アスカキララとかね、いろいろと出てますね、今回も。まあ、有名どころがやっぱりいっぱい来るということで、やるみたいなんですけれども、またメインスポンサーはね、合同会社さんがメインスポンサーをやるみたいなんですけども、まあ今回が最後でしょうね。これ多分先払いで払ってるんじゃないですか、エクシアさんの方。何ヶ月か前からエクシア合同会社の方は配当金を出してないんですよ。で、解約も応じてないんで、まあ実質破綻しちゃってると。知らない人もいるかもしれないんで、エクシア合同会社の方を簡単に言うとですね、皆さんからお金を集めて FX かなんかで運用するらしいんですよ。まあいろんな事業も投資してるみたいで、それで運用してるみたいなんですけども、その運用して余剰金でですね、こう配当を出すということでございます。これが配当金はおろか、その出資したお金もね返ってこないという感じでございます。で、いろいろね噂は僕のところにも届いてるんですよ、エクシアの方の。まあ、これどこまで本当かわからないので、噂レベルの話なんで、僕に届いてるねその話っていうのはちょっと公表はしないんですけれども、まあ結構大変みたいですね。で、まあこれね、詐欺みたい、詐欺っていうか金商法とかそういうのでは多分逮捕とかできないんじゃないかなっていうのが僕の予想です。というのもね、やっぱり合同会社のスキームなんで、合同会社の社員権を買わせるっていうスキームで、特にだから投資っていう話じゃないんですよね。ここがうまいところなんですよ。普通にこうお金集めてね、配当出しますっていうんじゃなくて、合同会社の社員権を買って、それに対してのなんか分配金みたいな、なんだっけかな、分配金って言ってなかったんですよね。何名目のお金だかちょっと忘れちゃったんですけど、そこがうまいところです、このエクシアの。2019年に逮捕されてるテキシアジャパンっていうのがあってですね、8人ぐらい逮捕されたんですよね。7人か8人か。これもね、お金集めて高配当って言って、それでやっぱり配当を出せなくなって、それで結局幹部がね何人か逮捕されてっていう流れなんですけど、その後ね、これ面白いんですけど、僕調べたんですけど、ワールドフレンドシップコインっていうのの WFC っていう会社が出てくるんですよ。で、そのテキシアジャパンに投資して被害に遭ってた人たち、これを狙ってですね、このワールドフレンドシップコインって何かっていうと、神谷さんっていう方が運営してたんですけど、この仮想通貨に変えませんか、まあ暗号資産ってやつですね、ワールドフレンドシップコインっていう暗号資産に変えませんかっていうことで、そのテキシアジャパンの被害者の人たちに勧誘して回ったそうなんですよ。で、画面上ではコインの価値とかが上がってんのかな、どんどん増えてってすごい金額になってるみたいなんですよね、一人一人は。で、1億とかになってたりとかして、だけどそれが引き出せないっていうことで、それで大問題になってるみたいな。結局これも破綻しちゃったんですよね、ワールドフレンドシップコイン。まあそういう感じでね、詐欺の会社っていうのが過去から何回もずっとあるんですけど、その被害者たちを結構こう狙ってねやってるっていう今までのその詐欺のねやり方ですよね。だから今回のエクシアでやられてる人たちも、過去にそういう風な被害に遭ってる人たちも多分いると思うんですよね。で、またかって感じでやられてると思うんですけども、まあそういうことが過去にもあったよ。で、まあこういうのって一回破綻しちゃうと、もう絶対に今まで復活した事例がないんで、なんかね、一部ではね、今年中になんかエクシア復活させるみたいなと思う噂で僕のとこ聞こえてくるんですけども、まあ無理でしょうね。一回もうこれ配当出なくなったやつ、それから解約に応じなくなったやつっていうのは、まあ復活した事例がないんで、まあ、エクシアも厳しいんじゃないかなと思います。キリタンポさんがね、ガーシーさんに昔の東海オンエアとの哲也さんとのキスシーンをね暴露されて、それで動画で、ね、出されちゃって、なんかこのカンコレもキャンセルするだなんだって話になってるみたいですけども、あれもあれでちょっと国会議員が一 YouTuber のキスシーンを暴露するっていうの、しかも結構昔の話でしょあれ、まあいろいろと変なことになってますけど、まあこのエクシアプレゼンツ関西コレクションなんですけど、もうエクシアは今回で終わりじゃないですかね、メインスポンサー。次回からは違う企業が、メインスポンサーって出てくるのかどうか分かんないですけど、カンコレやるような気がします。代表の菊池翔さんなんかどうするんですかね。まあ逮捕まで行くのかどうかとかっていうのも、今回だから合同会社社員権スキームなんで逮捕されないかもしれないんで、テキシアジャパンは過去に代表が逮捕されてるんで、まあ名前もね似てるんですよね、テキシアに。だからまあエクシアどうなっちゃうのかなっていうのと、まあ今回でカンコレ8月4日でやるみたいですけども、エクシアがメインスポンサーは最後かなっていうことで、今回は終わりたいと思います。まあこういう投資の詐欺とかね、まあ、定期的に僕のところ情報入ってきますんで、また何か面白い話題があれば取り上げてみたいと思いますんで、見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。